県内に大きな被害をもたらした平成16年の台風18号や平成17年の台風14号は記憶に新しいところです。そこで今日は私たちは台風による災害にどのように備えておけばいいのか、巨大災害、都市災害を専門に研究されている関西大学教授、川田義明さんにお話を伺います。みんなで作る県、広島。広島県。ワンワン。大雨や台風による被害についての質問ですが、広島県の特徴ってありますか？広島県っていうのはね、この日本の47都道府県の中でね、一番土砂災害が起こりやすい県なんですよ。それはね、風化花崗岩、普通マサトって言うんですけどね、これが広島県が日本で一番分布してるんですよ。土砂災害というのは実は起こっていないところほど危ないというね、私たちの常識と逆なんだよ。そういうね、自分たちの常識とは逆の形で土砂災害が起こるというね、ことを忘れてはいけない。それからね、台風が瀬戸内海に接近してくるとね、太田川っていうのはね、風の通り道になってるんですよ。広島市からね、北上してね、島根県に抜けますのでね、やっぱり内陸部もね、強い風吹くんですよね。雨というのはね、暖かくて湿った空気と山の組み合わせでね、どこでも降るんですよ。そういう土地柄なんだということをね、やっぱり県民の方はね、知っていなきゃいけない。台風が襲ってきた時、私たちが一番注意しなければならないことはどんなことですか？暴風警報とか大雨洪水警報が出るじゃないですか。その時にね、どんな危険があるかということをね、知っていただく必要があるんですよね。台風が接近するということは少しは雨が降るじゃないですか。そうするとね、街路樹の根っこにも雨降ってるからね、地盤緩んでるでしょ。そこにね、風が吹くとね、街路樹が突然バタッと倒れること起こるわけ。風速25メートル超えるとね、街中の看板とかね、屋根瓦がね、木の葉のように飛んでくるんですよ。暴風警報が出てる最中とかね、大雨洪水警報が出てる最中にはね、基本的には家の中でじっとしているということなんですよ。台風が近づいて風と雨が激しくなると、どんな被害が出てくるのかということをね、ちょっと頭の中で考えていただいて、慎重に行動するということで、犠牲になる方、怪我する方は随分減ると思いますよ。なるほど。台風の時は気象情報に注意しながら安全な屋内にいるなど、慎重な行動で自分の身を守ることが大切なんですね。川田先生、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。広島県ではご覧の日程で広島防災講演会を行います。川田義明さんの講演もあります。入場は無料です。皆さんぜひご参加ください。広島県からのお知らせです。障害のある求職者を対象に就職合同面接会を開催します。9月17日は福山ニューキャッスルホテル、9月28日は県立総合体育館です。ぜひご参加ください。9月26日、エソール広島で女性の仕事と家庭の両立に関する講演会を開催します。ふるってご参加ください。